背びれジャッキー、お正月スペシャルカラー、これ調子 B カラーね。これそろそろ効く時期じゃないかなということで試してみます。よっしゃね、えそろそろ時期的にもこういうルアーが効いちゃうんじゃないですかっていうね、時期ですよね。このアフターの時期にチリ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 目障りな感じで回り続ける金属ペラにやめろって感じでね、襲いかかってくる、そんな印象ですが、こうする方にね、チリ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 何も考えずに、この前こんな感じでやっていたらガバッガバッとか言っていきなり50アップで、ね、釣れたりしたからね。お、すげえ出たさあ今年初トップ、これバラしたくない。うおー、チュプって出た背びれフィッシュ、嬉しいね。あ、しかもいいサイズ、いいサイズ、背びれフィッシュいいサイズだよこれ。あ、でかい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 、嘘、やべやべやべ、これでかいぞ。おお、小倉さん、今年の初トップもお世話になります。イエーイ、背びれ結構ランカーキラーなね、攻めでもあるんですよね。この感じ、ワンチャンガバありそうなんだけどな。ちょっと多めに入れたりして、図らずしも浅いところに乗っかってたりするから近寄る前に一発は入れときたいですよね。どうかな。しかしいい色味だよな。エトカラーってわけじゃないですけどね、本当これオグペンでね、すごい爆撃したカラーが塗られているっていう感じなんですけど、過ごしやすい季節になりましたよね。もう何も考えずにこういうトップをチリチリチリってやるだけで気持ちよくなっちゃう。うわー、やっぱ背びれのこのプロペラの回転のこの感じってすごいよな。いや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 、釣れちゃいそう。いやもう巻いてるだけでいっちゃいそうっすね。見てると思うんだけどな。うわ、出そうだけど出ない。ドキドキする。あの岸際いい、あーほら、いいとこ入った。
かなと思うと出ちゃうんですよね。超今の、いやー今の出るでしょうと思ったら、いやー気持ちいい、よいしょ。24年から釣れました。ここは出なきゃってところにうまく入ったら一場所って、いやーいいね、ありがとう、ナイスファイト。うん、いい背びれフィッシュでしたよ。岸際に入れてチリチリチリ、カモーン、やったぜ。じゃあ逃がしてあげます。背びれに釣られちゃったの。うん、ありがとう。あっちの岸際でしたね。はーい、背びれジャンキーのこのシビーから、連れてくれました。岸際に入れて、トゥル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 ですよ。